それで時間が参りましたので、私のお話を続けさせていただきます。今日は健康五原則についてお話をしたいと思っております。まず、始発による健康5つの原則で、会食、胃は丈夫であって何でも美味しく食べられる、これを会食、それから快眠、人間はやっぱり半分は寝なきゃいけない、それね、ぐっすり眠る快眠、それから3番目は快眠、食べたら出さなきゃ、排泄しなきゃ、大便小便そういうものを排泄する、快眠、それから、ただ食べて寝ただけでいかんから、快動、愉快に働くということ、体が健康であれば愉快に働けますから、その快動をよく働くこと、そしてただ食べて話してだけじゃ眩しいから、そこに人生楽しく笑いが入らない、快笑、笑いを入れる、いわゆる健康五原則と始めると、会食、会眠、会便、会動、会消、これが健康の5つの原則で、これが素直にできるようにする、これが始発の目的であります。始発の真髄でありますから、まず最初、会食、おいしく食べられる、胃を丈夫にする、これにはまず自分で自分の胃袋を主役すること、その要領は自己主役で、親指を抜けた四本の指の指紋のところをこの溝落ちに当てます。これはいろいろ全部抜いて肌直接にやるのが大事なことなの。それはやっぱり爪を立てないように、指紋のところを溝落ちを置きます。そして指先に力を入れて背中に向かって押さえます。どのぐらい落ちてると、1、2、3、4、5、5つ感じする間を押さえます。さりなさんやってください。はい、1、2、3、4、5、口開けて息吐き出します。そうだ、そこずっとお腹の力が抜けるから、ずっと背中まで圧力が加わります。これを毎朝50回始めます。これやると胃の働きが活発になるから、いろんな胃潰瘍とか胃がんとかいろんな病気の予防ができる。人間はその予防が大事なんですね。悪くなってからじゃが、いわゆる手遅れとこで、手が遅れてしまう、手遅れである、その前に先手を打って、とにかく朝目が覚めた時にまず起きる前に水を打ってをやる、それをぐーっと背中に向かって押さえる、一押し5秒、1、2、3、4、5、押さえる、これを50回、毎朝繰り返す。これで胃の働きが活発になる。胃潰瘍とか胃がんとかの予防ができるわけですね。で、私がね、例のマリリン・モンローという有名な女優が、昭和39年に日本に来たんです。そしたらどうしたことか、夜中にね、胃けいれんを起こしちゃう。手が張っても苦しみない。それでまあ早速医者を呼んだ。その医者はすぐ来ましたから、お医者はすぐもう注射で止めるわけで、いきなり注射器を出したら、注射器を見た途端にモンローが脳
でね、駐車場に跳ねのけんか。それ何かに5万円のものがね、駐車をいっぺん打たれてね、それを打って、ショックを受けて、えらい目に遭ったのか。それ以来ね、駐車恐怖症、駐車を怖い病気で、駐車恐怖症で、どんなの駐車で出てるとかね、言った医者が困りましてね、お医者さんは注射を打たなければちょっとそういう急病にも治す術を知らない、仕方ないの本国なんかも大をこしらえてそれを置いて誘う会議本国飲んだぐらいでは生きるが止まらないわけ、なお苦しんで出間城でご主人が困って、その時にもう一緒に来たオドールという野球の監督さんがいるんです。このオドールという監督さんがですね、非常に試合が好きになりましてね、私が行ってそのオドールさんを直してあげてた。そのオドールさんが、ね、見舞いに来てね、おお、それじゃね、注射を打たないドクターを知ってるから、そのドクターを呼んであげるから、それですぐ自分の家に部屋に行って手帳に私の電話番号を書いたのがいい。それで電話番号を見て自分でかけてました。それが朝のね5時前、4時48分、5時2分前、まだ暗いの外が、お父さんが来てね、たどたどしい日本語を持ってドクターなびこし、今モンローが困ってる、すぐ来てくれって言われて、いや、マリリン・モンロー来たことはね、新聞でよく知ってますからね、憧れの私にじゃ女性だったの、それを幸せに来てくれって言うのは、言葉ってなんかあるもんか、ふとでいたね、もうとりあえずかけて、それがね、2月9日の朝ですよ、2月の9日だからね、寒い朝でしてね、手が冷たい。あの、試合をするときは一番心得ることは、10社の手を温めておくことです。あの、冷たい冷気やってやられるとね、患者の方がかえって震えちゃうんですね。だからね、私がね、すぐトイレ行って、熱いお湯を出して、手をね、手を温めて、手をすっかり温めて、それから出かけていきたい。それもさすがの私でも慌てたんですね。腕時計を外してやったのに、それからすぐ出かけていったら腕時計忘れちゃった。もう途中で思い出したけどね、まあ天下のマリリン・モンローやるんだ、腕時計の一つぐらいがまあ実践してもいいわと思って、それをもうそのままにしてね、私は部屋に行ったんです。そしたらお父さんがいましてね、おばあちゃん来てて、それがすぐに眠やったらもう苦しんでますからね、とにかくね、あれは背中が一番大事なんです。で、彼をうつ伏せにしましてね、肩甲幹部から腰にかけて左側を丁寧に振り何度もやる。10分ぐらいね、痛み収まったんです。背中だけで。ところが、収まったから、33人って言うけどね、私にしてはね、世界的で有名な天下のマリリン・モンローを抑えてね、10分間でお別れなんか、これもったいないと思って、それからもうついでやったりも、それからついでだからね、もう腰からずっとかもやって、で、仰向けもしようと思って、あーってやった。そうそう、彼女はね、おっぱいはこうやって書くんですけどね、人の方が丸々なんですね。いや、こっちは目の焼き所がないでね、知らないからハンカチ出してね、そこにかぶせてね、それからまずっと試合して、あれは全身やったらだいぶ良くなったんでね、もう喜んで喜んで、また帰って。そして、ちょうど下まで行ったら、ボーイさんが、